過去問で時間が足りません。どうも学びずの矢田です。こういう風にね悩んでる受験生そろそろ多くなってくるんじゃないかなと思ってねこの動画撮らさせてもらってます。もちろんこの動画ではですね過去問で時間をね間に合わせるためのテクニックっていうのをね伝えていくのはもちろん、そもそも過去問で時間を間に合わせることが最終目的じゃないんで、そこをですねちょっと考え方とかエピソードを交えてですね話していきたいなという風に思ってます。まずじゃあ1個目ですね、過去問で時間が足りませんのところで×丸書いてるんですけど、過去問で時間を間に合わせる丸、合格最低点を取るっていう風に書いてるんですけど、そもそも僕たちは過去問で時間を間に合わせるために練習してるんじゃなくて、合格最低点を取るために勉強してますね、練習してますよね、過去問とかでも。その中で結構ね時間が足りないっていうことを言い訳にして、時間足りないイコール合格最低点が取れないんだっていう風に結びつけちゃう子がいるんですけど、時間足りなかったとしても合格最低点って取れますね。もちろん時間が足りてることに越したことはないよ、足りてることに越したことはないんだけど、早く解けて140点と全然その間に合わなかった160点だったら160点の方が評価されるわけですよね。だから間に合ってる間に合ってないだけを考えるんじゃなくて、そもそも最大効率最大で点数取れる形ってどうなんだっけっていうのを考えてやってほしいっていうことを伝えていきたいんですけど、僕ね入試本番までに間に合わせるために何度も何度もね僕自身のエピソードですよ、何度も何度も練習した結果、ちょうどですね90分の英語のテストで90分ジャストでなんとか解けるスピードっていうのを入試本番までに得得できたわけです。練習してその状態になったわけですよね。じゃあそれでそもそも間に合うんかって、間に合うと思って入試本番行ったらですね、なんとですね5分足らなかったんですよね。あれ入試本番で、言うたら練習で、これちゃんと90分で解くスピードっていうのが分かってて、90分でやったら、OK っていう風にねでもやってたわけなんですけど、入試本番行ったら90分やったらあと5分ぐらいやったらできてんねんけど、いやちょっと足りひんかったっていう風なことがですね起こって、入試のですね本番の1日目2日目、ずっと足りなくて、なんでやろなんでやろって考えてたんですよね。でそしたら、あ、練習の時はマークシート塗ってなかったわってなったんですよ。だから、過去問コピーして、それで A だったら A に丸する、 E だったら E に丸するっていうことだけをやって、それをマークシートに移すっていうことをやってなかったんですよね。で、英語の問題がちょうど50問塗らないといけなくて、1個のマーク綺麗にその塗ること、適当に塗ってさマーク読み取られへんかったら最悪やんか、だから綺麗に塗って何秒かかるんかなっていうふうに計算したら6秒かかってたんですよ。で50問なんで、ログを300秒や、で300秒って5分やん、ちょうどその分足出てたんですよね。だから自分が、マークシート塗らない状態で、練習してた時、90分で、練習してたんですけど、本来そこがまず85分で練習しないといけなかった。だからこれ受験生気をつけてくださいね。気をつけてほしいのは、自分が、マークを塗る時間もだいたい1個6秒ぐらいで換算してほしい。言うたら入試本番は問題にチェックするのも、回答欄に書くのも時間かかりますから、そこをだいたいですねマイナス5分ぐらいで、設定して練習は、しといてください。でですよそのエピソードにちょっと戻るんですけど、それで間に合わないわけですよね。入試本番で僕は5分足出てたわけですよ。でそれをじゃあ頑張って5分縮めるみたいなのは1日2日でできるわけではないんで、じゃあこれどうしようかなって考えた時に、そもそも自分が間に合わせることが大事なんじゃなくて、合格最低点を取ることが大事なんだなっていう風に、考え方を変えてですね、間に合わない前提でそれでも合格最低点取れる状態、取れるような解き方ってどんなんなんだろうっていうのを、ちょうど入試終わって2日目が終わって3日目休みだったかな、その時に練習したんですよね。それが、大問が僕がね第一問にしたところは大問が3つあるんですけど、大問3番の問題はですねガチガチの評論文が出たんで、大体英語って1段落目1パラのところに言いたいことが来るじゃないですか。だから言いたいことがしっかりつかめたら、その後の内容っていうのはもうめっちゃ流し読みで大丈夫っていう風に思って、1段落はめちゃくちゃ正確に読んだんだけど、2段落以降はめっちゃ早く読むっていうね、その代わり、1番とか2番に時間をしっかりかけるっていう風な方法を取ったんですけどね、それで、なんとか時間は入試本番最後まで間に合わなかったんですけど、3日目以降ですね全部合格最低点というか、自分が取りたい点数っていうのを英語で取れるようになったっていうようなエピソードがあります。これちょっと長かったんですけど、何が言いたいかって言ったら、間に合わせることが目的じゃないよっていうことを伝えたいよね。やっぱり間に合わせることが目的なんじゃなくて、間に合わなかったとしても合格最低点を取るっていうのをまず主軸において、そのために、間に合ったらいいよねっていうような考え方なんで、これちょっとね混同しちゃうというか、なんか間に合わせることが目的のように勉強する子がいるんで、それ注意してねっていうふうなことを言いたかったんで、まずこれから話しました。じゃあここからはですね過去問で時短するときにどうしたらいいんだっていうテクニックね、お話していきたいんですけど、もちろん科目によって違います、科目によって違うんですけど、今回は文系の方も理系の方もためになるように英語の話をね、させてもらいます。まず1つ目です。英文法は長くて1問30秒。これ何なん
当たり前やんって当たり前やんって思う子もいると思うんだけど、この基準がバグってるとかなりその時間的にロスするのよね。例えば1問1分ぐらいかけていいよねっていう子だったら、10問の文法問題が出た時にそれって10分かかるわけじゃない、10分かかるわけじゃない、その1問60秒でやったら。でも基本的には難関次第、マーチ関関同率総計上位とかを目指す子で文法をやってて、並べ替えたらもうちょっと時間かかるけど、4択の問題で30秒以上かかってて、それが30秒以上考えたら正答率が上がるかって言ったら絶対に上がらないんで、なんで30秒で、解き切るっていう風な意識を持って、だから10問の問題だったら5分で終わらせるっていうようなね、意識を持ってやってほしいなというふうに思います。これ星つけてます。星の数でめちゃくちゃ大事だよっていうね、のを表してるんですけど、まあ、これは、まあ、基準の話ね。はい、2個目、指示内容の問題は積極法。もうこれめっちゃ大事。英語長文ね、言うたら授業も僕英語、したりするんですけど、英語のね、問題、言うたら消去法で解くことが多いやん。客観式の問題って言ったら選択肢の問題って。これはここが違うから×、ここが違うから×っていう風に切っていくことが、多い。まあそれが基本なんだけど、でも指示語の問題で言ったら、この it 何指してますかとか、これ現代文古文でもそうなんですけど、これそれあれどれとかっていうのが何指してますかみたいなね、問題、指示語の問題ですけど、その指示語の問題は絶対に消去法で解いちゃダメです。積極法です。言うたら本文をしっかり読んで、その指示語が何指してるかっていうのを捉えた上で、あ、じゃあ多分これが答えっていうのがあるだろうなっていうふうに選択肢見ていったら、やっぱりあったなっていう解き方が正しいのであって、これは入れたらおかしいから違う、これは入れたらおかしいから違う、これは入れたらおかしいから違うっていうのめちゃくちゃ時間かかるんで、指示語系の問題は絶対に積極法で解いてほしいなというふうに思います。これが2つ目です。でした。はい。で、一番大事なのは3つ目。10月にカンカン同率オンライン模試を開催します。申し込み期限は9月26日の日曜日までになってます。もうね、カンカン同率3期交流志望の子は絶対に受けた方がいい模試になってるんで、必ず参加するようにしてください。一番大事な3つ目。はい。ほとんどの受験生、間に合わないことは自分が読むのが遅いからだっていうふうに思ってるんですけど、全くそんなことないです。ほとんどの受験生、読むのが遅いから間に合ってないのではなくて、間に合ってないこの特徴は、何回も何回も同じところ読むっていうのが問題です。はい。なんで、言うたら、もしさ、仮に2回読んじゃったとしたら、普通の人の2倍の速度で読まないといけないわけね。だからめっちゃ早く読める子と全然早く読めない子の差が2倍あるとは思えないわけ。でも遅い子ってなんで遅いかって言ったら、読むのが遅いんじゃなくて何回も同じところ読んじゃってるっていうことがめちゃくちゃ問題ないよ。うん。だから1回読んだら処理できるように絶対したいよね。だからマインドとしては早く読む早く読む早く読む早く読んでるから、もう内容全然入ってこうへんって、もうほんまに本末転倒で、それこそ間に合ってるけど合格採点取れてない状態になるんで、早く読むっていう感覚をなくして2回読まない、これが正しいです。絶対に2回読まないし、紙も見て問題もさ、ペラ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 めくるわけやん。その回数が少なければ少ないほど1回で処理できるっていうことなんで、何回も読んでないっていうことなんで、そのめくる回数も2回読まないっていうこともめちゃくちゃ意識してほしいなと思います。これをね、知ってるだけでゆっくり読んで一発で内容を捉えていこうっていう風な考えになるだけで、読むスピードは全然速くなってないですけど、時間間に合うことめちゃくちゃ多いんで、ぜひね、今間に合ってないよっていう子はですね、絶対やってみてください。で、ゆっくりやってんのに内容を捉えれてないっていう子は、そもそも単語に問題があったり、英文解釈できてなかったり、そういうところで見たら長文とはもっともっと前のところで問題が起こってることが多いので、それはそっちをしっかりとインプットするようにしてくださいね。で、この3番ですね。英語はもちろんなんですけど、これ現代文でも古文でも文章系だったら同じことが言えます。2回読んでしまってるから時間が間に合わないっていうね、受験生多く感じられるので、絶対に早く読むという意識は捨て去っていいんで、2回読まないということを意識して取り組んでもらいたいなというふうに思います。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。この動画が役に立ったよという人は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。無料受験相談で解決できる3つのこと。何をしたらいいかわからない。君にぴったりの参考書を提案。効率的な勉強法がわからない。正しい勉強法を伝授。このままで受かるか不安。一緒に分析をして問題点を明確に。無料受験相談の申し込みは概要欄からどうぞ。